こんにちは。こんにちは。間が長い、間が。今日よろしくお願いします。お願いします。いや、なんか、今日なんかドッキリやろうと思ってんですけど。はい。うん、なんか、金原さんのなんか、視聴者さんだっけ？はいはいはい。で、その方が、なんか一緒にやりたいみたいな。はい。うん、ありがたいことに、ありがとうございます。春岡さんめっちゃ好きなんでね。珍しいですね。で、ついでだからドッキリやろうと、はい、いうことですよね。ドッキリシリーズですね。内容が、もしも俺が最悪な性格だったら、はい、最悪な性格、多分こう、うん、じゃあ僕の企画と春パパさんの伝説の企画、ヤクザ系のね、はいはいはい、それを交えて、実は春パパさんが裏ではめちゃくちゃ怖い人だったら。いやー面白いけど、はい、俺ができるかどうかだよね。問題は、まあ、そこは今までこう培った演技力で。じゃあ木村さんよろしくお願いします。はい、お願いします。成功しましょう。はい、というわけでいろいろ今ね打ち合わせして、その視聴者さんを呼んでるんですけど、金原さんが、いやちょっとヤクザ役とかどうやってやるの、お疲れさんですみたいな、全然俺じゃないから、今 LINE 待ちで、今金原さん LINE 待ってます。いやちょっと逆に緊張するわ俺が。マジでちょっとヤクザになりきって頑張るから、金原さんのことも金原って呼び捨てするから。さあ、こっからはヤクザ役に見せてやっていこうと思います。あ、お疲れ様。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。うわ、ちょっと待って、まずちょっと待って、お疲れ様です。リプ送らせていただいたものですけど、あ、ありがとうございます。ブレイエと申します。カンタと申します。あ、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやちょっと待って、まず相当脇汗かいて俺今。金原さん、はい、あの行こうか、とりあえず。あ、すいません。はい、じゃあ僕が誘ったらいいですか。あ、そうだね。あ、OK です。いやよろしくお願いします。あ、お願いします。まあ、あの野菜嫌いなんで。いやー、はい、行こうか。いや、はい、松尾本気でやってくれ。松尾本気でやってくれ。オッケーっす。頼むよ。うわー、ヤザマンさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、すいません。うわ、ちょっと待って。シマップですね。オッケーオッケー。あ、シマップね。ハルパパさん、あれでしたっけ、シマップが好きなんでしたっけ。あ、もうシマップ以外もやらないから。いや、あ、松尾、ハルパパさんといえばだから、クワガタって。絶対そうなって。いつ見てもそうなんから。そうです。予習してこい、ちゃんと。金バナダメだね、ちょっとね。金バナ。はい。どうなってんの、金バナ、ちょっと。全然分かってないわ、金バナ。ちょっと分かってない。もう銀バナに変えてんもん。金じゃないだろ、もう。うわぁ、うわぁ、やばっ。ちょっと待って。え、ちょっと待って。うわぁ、松尾、えぐいわ。ちょっと、言葉が出てこ。ちょ、金バナ、ちょっと、誰か入ってるから、なんか、ボンって。ボン。これ誰？ボン。誰よ、僕リーダーじゃないっすよ。僕リーダーじゃないっすよ。どこ行くやねえよ、ほんと。ボンさん入ってるから。ここっすね。そこやね。間違いない。うーわぁ、相当汗かいとる。あの金丸さ、はい、9号取ったらちょうだいね。なんて言いました。9号ね、95号ね、うん、あ、オッケーです、オッケーです。9号だから、やっぱり。いや、松尾どうしました。汗が止まらん。いや、止まらんわ。すいません、お忙しい中ありがとうございます。いや、止まらないです、止まらないです。うわ、すいません。ちょっと待って。いや、マジ。いや、間違いないよね。もう声は完全に本物よ。ハルパパさんと俺クワガタ降りてるけど。いや、最近。うん。最近、原パパさん、あれっすもんね、忙しいっすもんね。そうだね、やっぱり、まあ、事務所周りとか、うん。あるからね。うわ、申し訳ないです。本当、ありがとうございます。全然。ちょっと待って。いや、原パパさんの声大きくしすぎた、俺。荒野の音が何にも聞こえ、何にも、まあ、もういい。荒野の音はいらんのよ、松尾。そういうこと。うわー。まあ、ちょっと、まあ、ボリューム小さくしてもらって。いや。やばい。ちょっと、4P、ちょっと、出しゃばるな、お前は 4P。8スコアありますやないんよ。全部、ハルパパさんにやればあがたるよ。金バナ、ちょっと、9号がちょっとないから、今。格好式ないっすね。ショットガンいります？ショットガン、ショットガン。ちょっと、金バナ、舐めてる？金バナさ。金バナ。ちょっと、後であれだな、金バナ、ちょっとお話だな、ちょっと。いや、武器ないっすけど。何にもないな。何にもない、何にもない、武器。でも、ドーナツ降りそうだし。誰ここ？どこ行くこれ？誰ここの降りるっつったの？ちょっと松尾ピン誰？武器ガチャあんじゃないのこれ？謎の武器ガチャがこれ。ちょっと待って。いや松尾、俺これ YouTube で聞きよる声やからね。ち
や、松尾とノールに関してはだってもう通知来てもしばらくほっぽり出したけど、もうハルパワさんの車乗りおときでもやりようかなね、俺 見ようからね。本当行っちゃうからもう。そんだけ違うからね。さあ、ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、マジか。いや、いや、あ、ごめんなさい。金バナ、金バナどうなってんのこれ。金バナバイクどうなってんのこれ。やば。あでもあの俺チャカ取ったからチャカ取ったからやばチャカ取ったから大丈夫だから。バリバリ、いやめずすんごい緊張してるわ。なんかハルパパさんなんか最近あんま動画出してないじゃないですか。なんか最近なんか警察だったなってたみたいですね。ああちょっとね、そうそれまああんま言わなくてもいいけど。ちょっと喧嘩してね。ちょっと喧嘩して警察だった。大丈夫なんすか。いやちょっとなんかね相手が言っちゃったみたいで。わけわからんやん。嘘。それでちょっとお世話になって。そうそれで動画出せてなかったんですね。そうなんですよね。いやでもラグもう落ち着きました。あラグあのちょっと回線変えたらね大丈夫だったね。ちょっと、ちょっと金馬の生意気じゃない、ちょっと金馬の金馬の生意気じゃない、ちょっと大丈夫。バリ言われたよ、一言言うたらな。やば、相当緊張するわ。えぐいわ。ちょっとあとはお前それ一人で行き過ぎちゃうのそれ。ちょっとサッカー場ちょっと見に行こうかなと思って。よし、死んだらどうするんですか、ね、これ大会やと思って頼むぞ。 OK っす。うわちょっと待って、いやこれ、いやちょっとこれちょっと本当にマジでドンカツしよう。これツイッターに載せたいんて。 OK っす。絶対にドンカツしてくれ。いや金、ちょっと待って、これちょっと待って松尾、これハルパパさん落ちてる説あるわ。微動だにせん、これ二王立ちやで。これえ二王立ちしとる。あもうバチバチ二王立ち。あちょっとちょっとリズボン。いやちょっと待って、ちょっとハルパパさんこれ落ちてる可能性ある。あちょっと申し訳ないけど、ちょっと金バナさ、金バナ、はい、ちょっとお前ダメだわ、お前ちょっとトロールしてたら。またまたね、ちょっと。ああすいませんね、すいませんね、戻ってきた。ああ申し訳ないです。ああすいません、おかえりなさいませ。ああとんでもないです、とんでもないです。いやーちょっと待ってくれ。あれよね、これ現実よね。これそうですね、現実ですね。うわーちょっと待ってくれ。また僕あれなんですよ、この後、はい、明後日あたりからまたちょっとあれ警察行かなくちゃいけないんですよ。いやどんな人生送っとると。なんですぐ警察に行ってしまうんかな。またね警察ちょっと呼ばれて。そうなんですね。いや待って、ああちょハルパパさん、ハルパパさんこれ。ああありがとうございます、ありがとうございます。いやよかった、久保式やったわ。まずはこうお前ちょっと待って、金花がね、ちょっと喋れんぞ、金花がれてない。ちょっと待ってちゃう、ちょっと待ってくれ。あんだけ日頃喋るのにもう全然喋られん。うわちょっと待って、何金バナさん本、いやうるせえよ本当。金バナさん本物ですか、やない。いや金野菜嫌い本物だからね、これ野菜嫌いの本物。野菜嫌いオッカーもうマジモンの本物よ。野菜嫌いの本物だからやっぱり。やばちょっと待つ、本当なんかありがとうね、本当にシンプルに。いやそんなあれっすね。いや、おだいぶ嬉しいですよ。だいぶ、いやだって、いや僕、うん、本当に一番最初に見た公約行動の実況者、ハルパパさんなんですよ。マジですか。一番最初に、その、なんていうのかな、その、ホームにおすすめみたいなの出てくるじゃないですか。はいはい、うん、それでハルパパさんが一番最初に出てきて、言ってみよって、おもろいが言ってみよって、それで動画で金バナとコラボして、で、金バナの YouTube ライブにお邪魔して、そこから金バナと仲良くなってって感じなんですよ。だからもう、この、松尾と喋るようになったのも、全部、そうっすよ。ハルパパさんのあの動画一本です。ちょっと金バナがね、ちょっとね。やっぱり間違いないですね、そうっすね。そうなんですよね。
と調子乗ってるな。調子乗ってるわ。金バナぶっ飛ばす。タバコとかってあれですよね。あ、そうだね。タバコはもう常に。ちょっと今タバコ吸うから今。うん。タバコはもう常に。タバコだ。うん。焼酎も飲んでるから、ね。焼酎ね。芋焼酎飲んでるから。芋焼酎飲むっすか。まあ基本やっぱ芋焼酎飲みながら収録ですよね、やっぱり。パパパさん、あの魔王とか飲みたくなったらすぐ言ってもらって。ああ僕実家近いんで、魔王の製造元と。ちょっとワンケースぐらい、ちょっとすいません、ありがとうございます。ワンケースは分かりました、任してください。いや、カズさん、あれなんですよ、あのん、あれなんですよ。なちょっと、ハルパパさん、あれなんですよ。な、あれなんですよ。あのあれなんですよ、ちょっと、あれなんですよ、事務所の方なんですよ。あどういうこと、どういうこと、どういうこと。まあ、ちょっとでも、それ言っちゃうと、まあ、ちょっと YouTube 続けてらんなくなっちゃうんですけどね。ああ。あ、事務所の方ってそういうことね。そうっす。で、まあ、ちょっとうちの、まあ、あの、若いのを使って、ちょっとやばいやつなんだけども。ああ、ああ、ああ。うん。あ、もうこれガチガチだ。そうなんですよね。あ、松岡ガチガチの人だわ。ガチガチの人だ、これ。そう。これ2、3本ないわ。そうなんですよね。落としてるわ。うーわ、ちょっと待って、やばいやばいやばい。そっとき、ちょっと待って、やばい。だからまあ、ちょっと、今動画出せなくなっちゃう。多分この後2ヶ月、3ヶ月は、まあ、取り調べがあるから、まあ、それで。2ヶ月、3ヶ月取り調べ。で、ちょっとまあ、出せない状態で、いるんですよね。あ、もうこれガチガチだ、松尾。これ焼酎ワンケースじゃ足りんわ、これワンダースやわ。ワンダースだこれ。いやー、ワンオースだね、やっぱり。まあ、なんなら年間契約であのお願いしたいんですけども、はい、ああ松尾、これガチガチだわ、これ俺。取られてるわ、そのなんか地域を取った三ヶ島料っていうんかな。あ、そう、取られてるわこれ。これ松尾バチバチやこれ。ああ、いや間違いですね、やっぱ魔王森伊蔵村尾茶やっぱ 3M っすもんね。やっぱ間違いないですね。いや、僕も賞味、ほんと、そういうのしか飲まないんで。あれでも、あの、金バナ、今月分まだも、俺、もらってないけど。ちょっと、金バナ、どういうことそれ。松尾、それどういうことよ。いや、マジで。なんかあった時用の、ね、ちょっと、はい。それどういうことよ。なんでそれ払ってないの、そういうの、しっかり。なんで払ってないの松尾。逆にね。うん、逆になんか。そういうとこしっかりせんと、お前。世の中じゃそんなあんまないと。その、年齢がどうとか関係ないけね。言うとくけど。はい。いや、俺はだってもう、一回荒野行動して、もうワンダースやから。魔王ワンダースやから。松尾さん、あれでしたっけ、あの、うん、今何人ぐらいでしたっけ。何を。あ、事務所です。構成員の話。あ、そうっす。あ、うちはね、今ね、まあ、20人ぐらいかな、今確か。ああ、ぼっち、ぼちぼちっすね。でもそうなったら、やっぱりその、敬語流さんは、やっぱり、ハルパパさんの、その、下の人間というか。そうそう、今、あいつね、あの、まあ今ちょっと捕まっちゃってて動画出せないよね。ああやっぱりそうですよね、うん、俺もそうじゃないかなって思ってました。そうじゃないかと。いやだってもう見た瞬間に、うん、あ仇じゃないなって思ってましたもん、ね、やっぱりやっぱ分かる人には分かりますよね。まあでもまあ仇の人には手はね基本出さないから。うんうんうん、やっぱそういうとこはしっかりしていかないと。やっぱり、うん、そうなんですよね。でも僕なんか最初あの動画ネタだと思ってたんですけど本当って思ってびっくりしました。いやネタなわけないでしょ。いや見る人が見たらすぐ分かんねえってお前。見たらあこの人仇じゃないなってすぐ分かるんよ。ただちょっと YouTube 上でねあまりねそういうのも。ああやっぱりそうしょう。そうっすね。そうっすよね、やっぱそうっすよね。敵になってないのになんか10ねあと9人っていう。うん、ちょっと松尾これ立ち回りが悪いんじゃないの松尾。敵合わないっすね。ま誰一人敵は思うけど。敵なんかルームお前またルームやったまた。まあ、ルーム。普段からそうやってくるから、ま、本当に金をちょっと倍額ね、今月。いや、まあ、倍は硬いやろ。倍は硬いよ。そりゃそうか。ワンダースつけんだからね、ワンダース。うん、ね、だって俺なんかこの、十何分話しとるって、もう、まあ、言うたら、魔王はなんか1本、うん、俺がこうたら1本3000、4000円ぐらいか。高っ。4000ワンダース24よ。うん、言うたら言うたら、まあ、7万2000ぐらいよ。わかるかい、松尾。うん。わかるかい、この不条理。これが世の中よ。そう松尾。あ、敵いる。敵いる？やっちゃって、やっちゃって。お前、あの、一発、カーを胴体に当てて、ハルパパさんに渡して。止めるの俺やるから。うん、そらそう。そらそうよ。ま、松尾、しっかりそういうとこは、やっぱりそういうところで、やっぱ世の中、綺麗に渡っていけるかいけんかっていうのが決まってくるから。今、敵どこにいる
今そこの西南の町にいます。わあ、銃声になってますね。いや、松尾、それやめて、そういうの本当。お、全部美味しいとこやめて。料理してね、美味しいとこだって。もうそうよ、だってそうやって自分だけそうやって先に銃声がしてる、あ、いたとか言って俺らにキルさせんっていうことやろ。アルパパさん端末えぐいんやからな。俺もさすがに意味わからんなと思ってしまいました。ほんとすいません。生言ってすいません。いや、いや、松尾、お前知らん？アルパパさん、あの iPad の端末、 iPad Pro の 10.5 かなんか買った次の次の週ぐらいにもう 12.9 の新しいの買ってるんだから。なんでって思ったと。ちょっとヤザマンさんがうるさいね、ちょっとね。ああ、すいません、すいません、すいません。生言ってすいません。ヤザマンさん、2ダースで。いや、2ダースでどうですか、2ダースで。2ダース。ちょっとね、あの、うん、こっちもね、あの、あれだから、うん、今。いや、2ダースでどうですか、2ダース。3ダースでどうですか。魔王3ダースでどうですか。3ダースで手打っていただきますか。キンバナ、ちょっと、この人どうなってんの、この、キンバナ。オッケー、ナイス、さっきですね。ナイス、はい、ちょっとす、いや、あれす、いや、申し訳ないです。さっき言うの忘れてました。やばいやばいやばい。ちょっとね、喋りすぎだからね。いや、生言ったらもう、あれやから、もう、すぐ消されるから。危ない危ない危ない。仇の人と一緒にすんな、松尾。いや、こいつ、葉っぱと鉢一で。あとあれか、あと二人か。僕が一番最初に見たハルパパさんの動画は、あの、後々、なんで CS 捨てたみたいな動画あったじゃないですか。あの、AWM も捨てちゃうから、もう。あ、そうレベルになると、やっぱり。なんで CS 拾わんのお前ってコメントで言われてたのが一番最初やったんですよ。いや、あれ。いや、もう、あっこでもう引きつけられたっすね。ああ、なるほどね。いやー、あの辺から僕が荒野行動始めたら。あと一人っすね。ちょっと、あと一人。ちょっとあの、この、これ絶対この人ちょっと黙らせてくれよ、ちょっと。金バナ。危ない。金バナ。はい。ちょっと黙らせてくれよ、ちょっとこの人。こいつ何してんだ、このバイク野郎、バカ誰か。あー、なんか撃ってる。やば、ちょっと待って。どっか行った。あ、そう、絶対にハルパフさんにキルさせて。オッケーっす。絶対よ。ラスト一人どこにいるんですかね。ラスト一人突っ込むから、金原さん。どうせ待ちでしょ、これ。はい。これ、一戦終わったらどうするんですか、アルパパさん。いや、ちょっと、あの、警察の方にちょっと電話しなくちゃいけないから。うん、オッケーです。いや、お前、仇じゃない人は忙しいんやって。一緒にしたらあかんや、俺らとは。一般庶民と一緒にしたらあかん。うわー。いや、マジでハルパパさんやけど、ね、今やりやん。あ、ちょ、で、目の前俺。おったおる。俺の目の前。やれ。え、キムラ絶対手出すな。キムラ絶対手出すな。ちょっと与えますね、じゃあ。あ、ちょっと、俺も2発ぐらい。おい、オッケー。あ、ナイス。ナイス。うわー、ちょっと待って。ダメだ、俺。ちょっと俺、ダメだ。よかったー。ガンさん、はい。ガンさん、はいはい。何実はですね。はいはいはい。ある、ヤザマンさんに対して、ある一つのドッキリをかけてたんですよ。もしも、ハルパパが裏でヤクザだったらドッキリ。いやすいません。ちょっと待ってください。めっちゃ信じてたやん。いや、あの、途中からちょっと気使ってました。ちょっと待って。松尾、お前ちょっと後で集合よ。ちょっと待って。あれ、いや、あの、何がすいません、申し訳ないです。あの、僕そんな子じゃないですから、僕は。あの、バチバチに汗かいてた。ちょっと待って。ごめんなさい。あ、そうやったや、言って。じゃあ、あの、途中から俺も喋りすぎな言われてから。あ、違う。ああ、ちょっと、ちょっと待ってくれ。ちょっと一旦シャワー見てこうかな、僕。すんごい汗かいてるわ。いや、あの、この企画を盛り上げてくれるために、あの、金丸さんからちょいちょい LINE が来てたんですよ。ちょっと待って。そろそろブチ切れてくださいって来てるから、俺無理だよ、ブチ切れんのと思って、この流れ。いや、そうっすよね。そういうタイプの人じゃないっすよね。いや、違いますし、普通のおじさん。おい、金バラとかいうタイプじゃないですよね。いや、普通の金バラさんです。いや、ちょっと、もう俺もうマジで、あのヘッドホンとかビッサビサなんけど。ちょっと待って、よくないわ、お前。いやー、クリームでも塗ったんか、いうから顔ベタベタなんけど。いや、そうよね。いや、なんか、あの、本当に動画上げてない時期があったじゃないですか。はいはい、あ、
捕まっててんやこの人思って。正月、あ、そっか、年の瀬捕まってたんや思って。いや、お前素人相手にそれ分かってますぞ。あー、すんごい喋れない。